こんにちは。なんだなんだ。私たちは今群馬県に向かってね、車を走らせてるんですけど、はい、群馬県にね、日本の滝百選っていうのがあって、すごい立派な滝があるんですよね。うん、で、東洋のナイアガラなんて言われてたりもするんで、その東洋のナイアガラとやらをですね、見に行ってやろうかなと思うわけですね。おはぎさん、なんか遠くからお返事してくれてるけど。はい、ということで、群馬県のね、北東部に当たるのかな。はい、ちょっと町の名前までちょっと分かってないんですけども、そこに向かって今車を走らせています。綺麗な滝見れるといいね。天気いいもんね。おはぎさん、おはぎさんねえ。はい、ってことで、どんなもんだか行ってみたいと思います。群馬県行くぜ。ここが吹割れの滝、いいですね。こんな絵が描かれていますが、もうこの見た目だけでも良さそうな。はい、ここら辺散策路整備されてるはずなんで行ってみます。見えてきた、見えてきた。あそこね、川の真ん中に水が吸い込まれてってますよね。あれですよ。これ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 、東洋のナイアガラ。ダサいな。入って岩場に少しだけね、入って見に行けるけど、いまいちちょっと分かりにくいんだよな。干瀑台行かないとね、全貌が分かりにくいんだけど、面白いよね。形が独特すぎる。ちゃんとは見えないよね。で、こっから流れ落ちた滝がまあまあ勢いがあって泡立ってますね。で、岩がでっかい、一枚岩だよね、この感じは。まあまあ人はまばらにいますが、平日なんでこんなもんかなって感じ。ちょっと一番小高いとこ来ても滝のいい感じはわからんね。遊歩道でっかいこの岩壁を見ながらね、歩いていく。水の音もなかなか豪快。すごいよね、この岩壁。紅葉はちょっと終わりつつあるけど、まあまあ黄色い感じ。で、また大きな段差がある。この滝はね、マス飛びの滝って読むのかしら。マス飛びの滝、近寄れそう。よく見えないね。全然わからんわ。マス飛びの滝、まあでもこっからの景色はいいね。いいじゃない。下流まで歩いてくると橋がかかって対岸に渡れる。で、あっちのね、対岸に遊歩道があって干瀑台があるんだよね。これね、吹割渓谷遊歩道。こっからね、なんかお社があって、その横を抜けていく、さっき渡った橋の下の方に降りていくのかな。階段が下向きだから、さあ歩いてこう。案内図があって、さっきはこっからこう、ここをこうね、歩いて滝見て、こっちに歩いてきて、で、ここ国道沿い歩いて、この橋を渡って、こっからね、ぐぐぐっとこう山側を歩く感じで、第3、第2、第1干瀑台ってのがあるので、ここに行くと見えるはず。ちょっとね、やっぱ距離があって山だし、こうアップダウンもあるので、やっぱ観光客は全然来てないね。今僕一人しか歩いてないくさい。こんな道来たくないよね。観光バスに乗ってきたね、おっちゃんおばちゃんはこんなとこ登ってまで景色見たくないよな。やってきました、第三干瀑台。だいぶ高いところから見下ろす景色ね。これ吹割の滝、この辺だね。まあまだ第三だからね、ちょっとね、いまいちな見た目かな。
おそらくこれ第二干幕台だったんじゃない、なんか看板取れちゃってんじゃないかな。これ第二じゃねえかな。ちょっと正面なのに分かりにくいね。道観世音のなんか石碑があるところにいっぱい壁にね小銭が挟まっとる。面白いね。こことかすごい割れ目に沿ってバーって小銭。でも近代貨幣しか刺さってないな。昔のやつとか刺さってないね。あ、最近の文化かなこれ。めっちゃ一円玉。第一干幕台、ここが一番なんだから一番景色良くないとダメだよね。どう？ちょっと木が邪魔。ちょっとこっちか、この辺かな。うん、こんな感じで吹き割れてますね。ここからが一番よく見えますね。これが吹き割れの滝の全貌ですね。ちょっと遠いけどね。こんな風になんかね、内側に向かって落ち込むっていう面白い地形で、この滝のね、向こうにこれ遊歩道がね、人歩いてますけど遊歩道が伸びていて、さっきここ僕歩いてたんだよね。でこっち側に行くとほら吊り橋あるの分かりますかね。この吊り橋を渡って向こう岸に帰ります。さあもう景色とかないんじゃないかな。この景色を堪能して終わらなきゃいけない。で先ほどのね、上から見下ろした時の形を思い出しながらこの滝をもう一回見ると、ああなるほどって気持ちになるんじゃないかなと思います。吸い込まれてますね、内側に。一回上から見とくと理解度が深まりますね。はい、一周してきました。吹き割れの滝。やっぱ上から見た方がいいね。なんか売店の横のこの裏手がもしかしたら、もしかするかもしれない。あそこに展望台もあるしね。ああそうでもねえか。ここ隠れてっか。ってことは展望台行ってみる。展望台。もみじが綺麗な展望台。さあ、さあさあ、期待値高まるなあ。いかがですか？うわあ、来た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 。どう？いいじゃんいいじゃんいいじゃん。あ、ここだったんだね、見る場所は。あら、これでようやくなんかどんなもんだかわかるってもんですね、この滝の感じが。おー、いいじゃんいいじゃん。こんな風になってたんですね。おー、落ちくぼんでるねー。おー、吹き割れの滝、ここが一番のビュースポットでした。おはぎさん、ただいま。楽しかったよ、吹き割れの滝。吹き割れの滝でした。バイバーイ。バイバーイ。さようなら。